皆さん、こんにちは。ゴッドコウタンと申します。2022年10月15日、夜の1時までに行われているマインクラフトモブボーテというイベントにて、新しいバージョンにて追加される新モブ3種類のうち1種類を投票することができ、そして選ばれた1種類が次のアップデートで追加されるらしいです。それが、スニッファー、ラスカル、タフゴーレムのこの3種類。では、今からゴッドコウタンは親切だから、みんなのためにこの3種類のモブの投票のやり方と、そして僕自身が実際にモブを投票してみたいと思います。まず投票のやり方です。マインクラフトランチャー、マインクラフト .net、そして公式が用意しているマインクラフトサーバーの3種類の方法でモブに投票することができます。早速やってみましょうか。まず1個目の方法として、今画面に映っているマインクラフトランチャーの普段使っている場所はここ、Java Edition。こっち BE。で、一番下のこれ、マインクラフトライブというところの Vote Now というボタンを押してあげて、Vote in ランチャーか、Vote in ゲームのどちらかが選べる。Vote in ランチャーを選ぶと、この3種類をクリックすることができます。クリックして、うんぬんかんぬんやったら、その1種類を投票することができる。もう一つの方法として、これ、Vote in ゲーム。この方法を取ることによって、マインクラフトが起動しますと。マインクラフトが立ち上がります。この時に立ち上がるマインクラフトは、マインクラフトベッドロックエディション、いわゆる統合版ですね。Windows 10、スマートフォン、Xbox One、PS4、Switch なんかのコンソールエディションなんかと一緒に起きるってやつ。で、続けるを押して、こっち、モブに投票、2022というボタンが左下にあります。9時間8分で閉店とあるので、あと9時間8分で終わってしまいます。今16時6分です、撮影中は。だから、閉じるのは夜の1時ということですね。夜の1時までにモブさんを投票しましょう。この動画を見ているときが15日以降だった場合は、残念ながら、ご愁傷様。まあ、早いうちにこの動画見ていたら、運がいいね。お友達に教えてあげようか。プレイと投票というボタンを押してあげましょう。すると、サーバーに接続されます。ダウンロードして参加を押してあげましょう。この時ダウンロードされるデータはおそらくリソースパックかなんかだと思いますよ。ワールドが開かれました。このサーバーではカスタムスキンが無効です。なるほど。つまり、このサーバーではみんながスティーブってこと。多分、工場用族に反するようなスキンを着ていく輩がいるんだろうな。そして、目の前にあるのが、タフゴーレム、スニッファー、そしてラスカル。なぜだか一番最後に紹介されたタフゴーレムが真ん中に置いてありますね。一番最初に動画で紹介されたのはスニッファーだというのに、マインクラフトの公式さんがゴーレムを追加したいっていう気持ちが伺えますね。だったら黙って追加したらいいじゃんか。投票枠奪わずにさ。目の前にいるのが投票おじさんこと誰かさんです。マインクラフトライブで毎回投票、モブ投票の時に司会を務めているおひげのおじさんですね。この人面白いんですよ。投票に敗れたモブの髪食べちゃうの。で、この人はジェフさんですね。マインクラフトの開発人の人です。で、この人は女の人ですね。まっすぐと前に進むことによって、自分が投票したいモブのところに投票することができます。もしもスニッファーに投票したければ、こっちのレバーを押す。もしもタフゴーレムに投票したければ、こっちのレバーを押す。タフゴーレムだけ妙にアニメーションが豊かですね。スニッファーはただ揺れてるだけだし、ラスカルもただ揺れてるだけだっていうのに、タフゴーレムだけがなぜだか腕をぴょこんって出したり、目を開けたりと、周りのモブ2種類に比べて、動きが豊かです。やっぱり開発人さん、タフゴーレムお気に入りでしょ。なんでそんなゴーレム追加したいんだろうな。まあ僕はそんな開発人さんの気持ちを踏みにじるかのようにスニッファーに投票入れますね。スニッファーを投票しました。投票したって表示されたらもう一回やってもボタンを押すことができません。あ、なるほど。一回投票しても、時間内だったら別のモブに投票することが可能ってことですね。だから10月の15日の夜の1時になるまでに、モブを投票しても、ああ、やっぱ気が変わったな。じゃあラスカルにしようっていうのもありですね。ただ時間制限になったらもう投票は決めれないってことです。まあ僕はスニッファーに投票するんですけれどもね。じゃあせっかくサーバーに入ったのでこのサーバーがどういう世界なのか探偵してありましょうか。この人はアスレチック。ほほー。アスレチックか。いいだろう。ゴッドコウタンがスニッファーさんのアスレチックにと、スニッファーさんのアスレチックを挑戦します。はい。このアスレチックのカエルブロックかなに足をペンってやったら変な音が鳴ります。
これで、なんか、早い時間を競うっていうやつですね。いいな、このなんか、マインクラフトの公式さんがわざわざ用意してくれたアスレチックが、で遊べるだなんて、とても光栄です。これ、ランキングがあるらしいですね。このサーバー、世界中から参加することができるらしいので、より、ま、アスレチックがめちゃめちゃ上手い人とのランキングバトルになってきそうです。まあ、僕は1位取れそうにないから、個人的に楽しんでるわ。これ、リソースパック、ワールドのテクスチャー見てみたらわかる通り、マインクラフト公式さんがさ、動物を紹介する時の動画あるでしょ。今回紹介する新しいモブはこいつだよ、スニッファーって感じで、でその時に出てくるブロックのテクスチャとかと同じだよな。なるほど、マインクラフトライブの世界観に合わせた形ですね。これでこれがゴールか。1分12秒でアスレチッククリアすることができましたって、そういうことですね。他のアスレチックを見ていくか。このワールドね、イースターエッグ的な要素が隠されているらしくって、歴代のモブ投票で破れ去ってしまったモブたちいるじゃないですか。例えば、緑色のふさふさのモンスターいるでしょ？去年のモブ投票で破れちゃったやつ。あと、おととしで破れちゃったダチョウとかさ、ハゲワシとかさ、そんなモブがいるわけじゃないですか。そういうモブ投票で破れてしまった歴戦の敗者たちを拝むことができるとかできないとかっていう情報を誰かの YouTube で見たので、それをみんなに共有しておくわ。僕もこのサーバー訪れたからさ、もしかしたらマインクラフトの世界に追加されるかもしれないかったモブたちと会えるっていうことですね。ほら、いました、ハゲワシさんです。こいつは確かキツネさんが追加された時のマインクラフトボーテで追加されるかもしれないよっていう風な投票の選択肢にいたやつですね。うわ、すげえ、広大な世界。違うな、広大に見えてあれはただのイラストだ。でっかい絵で背景広いでしょっていう風にしてるわけだな。なんだか面白いね。でこれがタフゴーレムさんのパルクールの内容ってわけか。じゃあ最後にラスカルさんのアスレチックの内容をやってみましょうか。このサーバーにはいろんな要素があるらしいのでね、ランキングを見る。なんで1位が0秒なんだ。絶対ハックだろ、おかしいだろ。0秒でゴールいけるわけないじゃん。アスレチックのランキング意味なしてないじゃないですか。よくないわ、本当に。ってことで、ゴールの人は0秒だそうですね。一体どういう手段を使ったのか、僕にはさっぱり見当もつかない。せめて 0.03 秒とかだったら、少し希望が持てたのに。0秒なんて。ボタンを押した瞬間、ゴールじゃないですか。瞬間移動でもしたんですか？で、ここのエリアは氷ブロックですね。氷ブロックのエリアには別のモブがいるとかいないとかっていう噂を聞いたことがあります。確か、ヒカリイカさんとかいうクソったれモブが追加された時に投票の選択肢に上がっていた氷版の邪悪な村人さんですよね。ヒカリイカ投票されたのはどうやら海外の YouTuber による集団投票みたいな不正が行われていたとか、行われていなかったとかっていう噂を聞いたことがあるんだけれども、それは事実でしょうか。ということで、マインクラフトライブ楽しみですね。次のマインクラフトに投票されるモブさんを選ぶ権利がみんなにはあるわけですから、もしもマインクラフトを持っていない人も、持っている人も、ぜひこの機会にマインクラフトの追加されるモブさん投票してみてはいかがでしょうか。何これ？だ、すげえ、公式さんがハイフワールドを実際にやるのか。ほ、しかもこれ、オプティファインが入ってないから、とてもやりにくい。おう、とても、痛い。とてもやりにくい。別に死ななくてもいいってことか。で、この中心のやつに、ぴょんってやったら、ゴールってことね。オッケーです。ただ、僕が今まで紹介した方法、例えばマインクラフトランチャーでモブを投票したり、こういう面白サーバーで投票したりっていう方法は、マインクラフトを3000円払って購入した人じゃないとできない方法じゃないですか。ですが、マインクラフトさんはとても親切なわけで、ちゃんとマインクラフトのサーバーとか、アカウントを持っていない人でも遊べる方法をちゃんと用意してくれています。その方法を教えてあげましょう。じゃあ、こちらはマインクラフト .net です。概要欄の URL から飛ぶだけでもこのサイトに行き着くことができます。そして真ん中にはモブに投票2022、新しいモブに投票してくださいとの文字がありますね。さらに詳しくというボタンを押してみましょう。するとあと8時間と58分でモブ投票が終了しますよって文字と、あと真ん中にプレイ投票という文字があります。投票してあげましょう。そしてこの中の3種類の選択肢から1つ選んで投票してねってことだね。僕はスニッファーに投票したいからスニッファーと送信する。するとスニッファーに投票することができました。僕さっきゲーム版でスニッファーに投票したけれども、なぜか
公式のサイトではまた投票できるんだね。ってことは一人3回まで投票できるってこと？同じモブに？なんだか匂うな。不正の匂いがする。マインクラフトのサイトとランチャーとゲームを持ってる人は一人で推しのモブ3票投票することができるってことですかね。マジか。ってことで今回はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。もしもマインクラフトでこのモブ投票してほしいなとかってのがあったらぜひ投票してみてください。また次のアップデートで追加してほしいなってモブとかがいたらコメント欄とかでアイディア教えてくださいな。それを見て僕はほーんって思います。じゃあね。